にちは。今回は、レベル90、IL580 で制限解除すれば、ソロでも入手できる、蒼天時代の可愛い装備、アレキサンダーヒーラージャケットについてご紹介したいと思います。昔からやっている人でしたら、すでに持っている方が多いと思います。こちらの装備、蒼天時代の8人レイド、飛行場、アレキサンダー霊式、天皇編4に手入手可能となっています。レベル80時代でも、暗黒や戦士で制限解除して、ソロで攻略している方がいましたが、その当時は私には無理でした。IL580 になって、ようやく、敵の技をあまり覚えてなくても勝てるようになりました。ただ、2点ほど注意しないといけないこともありますので、そちらについては、ちょっとだけ解説したいと思います。最初の問題は、こちらのザコフェーズになります。最初に出てくるザコは、普通に倒していけば大丈夫です。とタイムの2体が出てくるフェーズですが、この動画では先にマイトに攻撃をしていますが、タイムの方が強化をしてくるのをタイムを先に倒します。ここは時間をかけすぎると普通に死ぬことがあります。この後ですが、しばらくすると火力が必要になるので、しばらくスキルを温存しながら戦います。温存しすぎて時間がかかってしまったので、ちょっと早送りします。ゲートが出現したら中に入ります。このフェーズは殲滅に時間をかけてしまうと強制終了になってしまいますので、全力でザコ4体を倒していきます。ここを超えるとあとは楽なので、適当にやっていても勝てます。その間に、ちょっと補足説明をします。この、飛行場、アレキサンダー霊式、天皇編4に挑むには、ノーマルのアレキサンダーをすべてクリアする必要があります。ノーマルでしたら、レベル80でも、すべて制限解除すれば、ソロでもクリア可能です。その後の霊式はどこからでも始められますので、霊式の天皇編を解放すればすぐに行けます。クリアすると
アレキサンダー岩礁、タイウォルフェンとアレキサンダーボディギアチェストが入手できます。アレキサンダー岩礁、第4編は、実装当初の入手方法になります。アレキサンダーボディギアチェストは使うと、そのジョブ用の同装備が入手できますので、今は、こちらを使えばいいです。ノーマルで入手できるプロトアレキヒーラージャケットは染色できませんが、アレキサンダーヒーラージャケットは染色可能です。ただし、左側の腰の部分にニョキッとしたものがついています。このニョキッとしたものはプロトアレキヒーラージャケットにはついていません。本当は、プロトアレキヒーラージャケットのデザインで染色できるのが一番なんですけどね。あと、こちらのアレキサンダーレンジャージャケットもおすすめです。こちらはピュアホワイトで染色しています。ただ、レンジャーの方にも、ニョキッとしたものがついているのは悩ましいところです。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。